にしまいりましょう。ラフト第4回目ですね。一応3回目まででだいたい主要なものは揃いましたので、ここに消去あるの怖いわ。いよいよ無線を使って、あ、本編こっから本編だからね、らしいから知らんけど知らんけど、こっから本編らしいので、ちょっと進めていこう。どうかね。とりあえず若干のテスト、若干のどうはある。この後なんかレシピとか増えてこのかな、がっつり物資集めてからの方がいいのかな。うん、おバカ世界。とりあえずまあ朝一飯よ。また石ばっかり拾ってる。樽は積極的に拾いに行こう。鮮やか。こっち。どこにイカダがあるんじゃい。ただいま。よし、オッケー。おネジ手に入ったな。何でしたっけ。ついちゃった。大体のものは準備したよ。とりあえず寝て起きて。で、朝にしてからやりましょう。バッテリーあるね。朝。おはようございます。いい朝ですね。寝起き。今日もね、ラフトを。平和な世界で生きています。平和かな？そろそろ本編進めませんとと思ってはいる。インベントリー縄とか入ってんな。こっちじゃないわ。入れる方間違えた。まあいいや。よ。今日はこれです。バッテリー持ってくるの忘れた。ん？バッテリーどこだっけな。バッテリー。
テリーを持ってきまして、オッケー、ポリッ、あ、鳥やればよかった。あれね、置く、つける、受け取る相手に近づきます。あ、はい、受け取る相手に近づきます。骨折だったのか、大変だな。受け取る相手に近づきます。アンテナ3ついるのか、これアンテナ3ついる、受け取る相手に近づきすぎます。アンテナ3ついるのか、ついそうだな。ここじゃダメってこと、アンテナ3ついるっぽい、アンテナ3ついる高級だよ、やばい、3つは聞いてなかったですけど、サーキットボードが2のネジが2、インゴットが4、ブドウ、あ、インゴットいっぱいありますね。マジかよ、1個でいけんじゃないの。サーキットボード2のアンテナ、ネジな、ネジ、ネジな、よいしょ、キー、もう立てればいいんだろう。はあはあ、怒られた。もうワンフロアじゃ作んなきゃダメか、これあ、でも下でもいいの、下でも置けんの、これ下でも置けるわ、よくね。間違ったコード。ちょっと、間違ったコード。1階に全部設置しなきゃダメか。でも2階がいいな。せっかく2階作ったから。また建築が始まる、これ。建築祭りが始まりますよ。建築祭りになった、今日。ここに立てたいから、しょ、もう、あ、芋焼くの忘れてた、やばい、建築祭りが。2階もうちょっと広げないとダメか。オープンスペースでいいんだけどな。
しまった、芋焼き始めちゃった。ここにしたいな。この位置、アンカーの位置やばそう。とりあえずこれは一回カットすか。ここ捨てる。アンカーの位置変わるから、おはようございます。今日も、部屋の増築になりました。話が進む前に部屋の増築をね、部屋の増築しないといけなくなった。部屋の増築大事だった。家の増築を一回しないとダメだった。はいいか、こうだな。ってことは、ここ壊して、ここにして、あ、これギアツだっけ。こんない。またキーなくなりそう。プラか。プラだ。増築。いや。あれ、置けないな。あったか。釘いるんだっけ？あ、釘いるわ。釘、あ、釘作ってないな。あれ？あ、あった。で、ここと、ここと、ここと、あ、板がない。やばい、板がない。そんなもんでいいだろう。よし、できた。ね、あー、ばっかー。よいしょ、あんまないんだから。よいしょ、板集めたいな。また板不足に陥ってる。ヤシの葉しか入ってない。あ、島だな。
これでいい。近すぎます？出るかな？他のアンテナに遠すぎます。2が遠すぎます。1、他のアンテナに。はあ？やべ、島が。島が近づいてきちゃった。まあいいか。2、3、どうよ。受け取るアンテナに近すぎます。これが近いのか。アンテナに遠すぎます。受け取るアンテナに近すぎます。他のアンテナ遠すぎます。近すぎますのあれがよくわかんないんだけど。アンテナね。ウォッチャ。なんかヒントなかったっけ？紙がなんかあったの。アンテナ。設計図だった。設計図だった。何の意味もない。アンテナ設計図だな。アンテナ。インベントリネタなんか説明。レシーバーと一緒に使います。アンテナについての記載は特にないんだかな。そうなの？僕の2階建て構造が。違う。2階建て構想が、なんか近いだの、遠すぎるだの、なんか、あれなんすけど。なんか、これにかまけてると、いろんなものが足りなくなる。芋も焼いてない。忙しい。一回でやるか。一回でやるしかないのか。インベントリーがいっぱいじゃない？ダメよ。ピッカーン。イベントリーがいっぱいだな。ちょっと一回ちょっと体勢を立て直そう。いらない。板と釘いらない。フラワーいる。
アンテナの距離感。そっちもワンフロアあれにするか。もう焼けた？もうちょっと広げたらなんとかなるかな。ひゅい。ここもちょっと広げてみるか。じゃ。ん？アンテナの距離感ね。そう、人と人との距離感のようにアンテナの距離感は難しいものなのです。知らんけど。あー、せっかく広げたのに。後ろまで広げるかな。立つかな、これ。木がないんだよな、木が。木がないのよ、木がさ。あれ、これ水やってない？そうだよね。釘を持ってきて、釘、あれ釘、どっちだ。もうゴミが多い。これさ、持ってかれたらダメだよね。床も増築じゃん。絶対なくなるやつやん。ヤシの葉外れ枠なんですけど、もはやゴミ箱作ろうかな。ゴミ箱作ろうかな。本当に島とかあるけど、あんま行って怖いじゃん。ちょっと物集めながら、芋焼きながら、芋食べながら、島あるの。なんか物資が、一回寝るか、とりあえず暗いから。一回寝て起きて床板を、2階を、あ、もうない、火がない、火が、ゴミ箱作ろう。もう、そして私はゴミ箱を作る。ゴミ箱どこにしようかな。はい、でいっ、でいっ、ゴミ箱ここでいっか。ゴミ箱、調子がいいのか。スクラップに、プラスチックに調子がいい。あ、スクラップも意外とないんだ。プラに調子がいい。入れていくんだ。
ああ、もう忙しい。ちょ、物集めながら行こう。物集めて、蓄えて、忙しい。水で水も飲んで、塩水を、塩水、なんかもうちょっといい水作る装置ないかね。塩水を、OK。で、今作ろっかな。やっぱ四角はいいね。急に音がなくなったな。木がない。でもお状態になっちゃったな。火集めるか。あれも欲しいな。スクラップもないな。スクラップはまあ島行けば拾えるけどって感じだな。お、イカダール。あれ、あっちのにイカダなかったっけ。ね、あ、あれ立てんの忘れたな。あった。いちいち捨てに行くのがめんどくさくなってきた。あ、間違えた。間違えた。あ、バッテリーはもうしません。お、イカダ近づいてきた。イカダの方からやってきた。いけるかな。なんかでも近づいてきてるよな。ダボン。ダボン。よし。ペロ。やばい、結構遠い。海の上だった、意外と。うわ、やべ、サメだった。タルかと思ったらサメだったじゃん。行ってばっかー。帰るからー。行ってー、死ぬー。タルかと思ったよ。サイズ感的にタルぐらいじゃん。よいしょ。やられたぜ。これでフロア作れる？んーでいっ、やでいっ。木がない。木をどうやったら効率よく集められるかな。の効率の良い集め方。
おお、いた。来た。ちょっといける？まだだ。よし、だいぶ広くなった。アンテナ、あれ、アンテナどこやった？アンテナ。次。よし、こんなもんでどうだ。バッテリー、他のアンテナに遠すぎます。あ、今すだな。じゃあどこだべ。他のアンテナに遠すぎます。一だけ OK な。遠すぎますって書いてあるよね。他のアンテナに遠すぎます。はい、鶏肉じゃい。はい、鶏肉じゃい。鶏肉祭りが。よし。アンテナに遠すぎますよ、だね。受けるアンテナに近すぎます。他のアンテナに遠すぎます。他のアンテナに遠すぎます。わかんない。遠すぎます。受けるアンテナに近すぎます。近すぎますの間違い説ある。受けるアンテナに2はオッケーなの。あれじゃない？
日本語の翻訳があれなんじゃない？かけるアンテナに近すぎも。ね、だってそうしないとおかしいもんね。なんか。このアンテナに遠すぎます。近すぎ。1だけ OK。おお、来た。あっち進めってこと？あっちだね。あっちだって。よいしょ、来た。あっちっつったっけ？マストって上にあってもいいのかな？思ったんだけど。これコンパスないとどっちが北だか分かんなくない？もしかして。コンパス欲しいな。ないとどっちが北だかわからないな。残念なお知らせ。コンパスあったっけ？コンパス。コンパスあるかな。レーダーの方角に向かえばいいのかな。コンパスないから。そんな近代的なものはないのか。ないな。黙々と作業 黙々と作業よ。あれ？知るの？あの方向に進めばいいのか。
ついていっかこれ。手でも置いとくだけで減りそうだけど。あ、遠ざかってる。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 こっちか。ああ、全然遠ざかってる。こっちか。お、近づいてきた。900m だって。あるか、なんか。寝るか。とりあえず一回寝るべ。おはよう、朝です。を立てるともう物流れてこなくなるからな。あ、いいね、近づいてきて。なんか新しい島ある。あ、近づいてきてる。オッケー、流れてこなくなるからな。これがあれなんだよな。あ、でも板一応板ストックある。プラスチックあんまないな。あ、ね、この辺はなんかいるやつ。どう？一晩開けたけど。あ、違う。825m。近づいてはいるな。よし。引っかかっちゃった。引っかかっちゃった。よいしょ。どう？よいしょ。
か来た。お、あれあるな。あ、芋の成長。忙しい。はい、水が。作業を3日3本ぐらいかかんねん。あれか、そうだよ、盗むんじゃないよ。あれ、流しちゃった。よし、もうできた。まだあれか、違うな。700m。 どう、なんか距離縮んでないな。あれ、遠ざかっちゃった。近っ。あれ、遠ざかってる。遠ざかってる。なんで？あ、ほんとだ。全然遠ざかってるじゃん。いや、遠ざかってるな。どこ行った島よ。ああ、ガン遠ざかってる。こっちか。30。こっち ?35、36。あれ？40、41。46。でもこっち。お。48、47。あ、来た。こっちだ。斧も壊れそうだな。もうちょっとなんか。斧も壊れそうだな。糸しか出なかった。違う。いや、違う。あれ、水の感じ。
あれまだだ、今。143。あれ、またずれてる。おお。845、46。こっちか。違う違う違う。52。じゃがいも。なんかでも遠ざかってるよな。エンジン欲しい。いろいろ壊れそうだしな。もうちょっとやっぱ物資集めて帰った方がいいかな。どれぐらいあるかな。フックが壊れそうだしな。壊れるなら早く壊れてほしい。外したから登れないの不便だ。よっ。ああ、あ、バッテリー。これどうすんの？バッテリー空になったらどうする？バッテリー空になったらどうすんの？あ、空になったバッテリーあったなんかバッテリーから設定できるものは特にないなまたバッテリー作んなきゃだ。インゴット用のインゴットあるんすよ。そこか。まさか。遠ざかってるんですけど。遠ざかってる。ああ。900m になっちゃった。コンパスとかないかな。ちょっとあの島一回行くか。こん
そんなでかくないし、行けるべ。しばらく島。全然進まんよ。全然です。なんで？なんでっていうぐらい進まん。島行くべ。島全然離れてるもんな。920とかになっちゃった。こっち？違うんだよな。いや全然離れる。やっぱあっち方面、あっち方面なんだけど。推進力が欲しいね。なんだ。あっち。9940。こっちか。42。45。こっちとか近いんじゃないか。48。53。59、60。どんどん遠ざかってくんだが。どっち進んでんの？でも風向きが、あ、そっか、逆だ。風向き逆だ、これ。諦めてこっちのさ、下にある島行った方がいいね。こっち、この1400いくつの500メートルか違うか、あんないでしょ。その間に芋を育て、水を作り、水を飲み、しまい。もう食べ。用品も特になし。お、全然近づいてきた。1391。よし、あっちだな、目指すわ。いいぞ、いいぞ。夜これ今。昼？あ、夜だった。朝。水作るぐらいしかやることないな。うん、間違えた。水飲んじゃった。塩水飲んだ。でかい島だな。あれはでかい島だな。
順調。島寄ってく？いっか。フックが壊れそうだから作っておきたいな。フック。レイジー。のはね、なんとでもなるんでね。あったり、結局芋育て生活に変わりはない。全然冒険してる感がないな。日常作業だもん、やってること。芋を焼き、芋を食べ、壊れないかな、フック。あれ、もしかしてこのフックをさ、ここに入れたらなんかなんのかな。ないわ。あ、ないわ。よいしょ。1221メートル。だな。これ水？あ、水だったっぽい。よいしょ。1160メートル。うん、近づいてはいるな。じゃがいもの生育を見守るものぐらいしかやることがない。何もやることないな。意外と船旅って退屈だな。本当の船旅もっと大変だよな。フェリーとかさ、毎日運航してる船でさえ絶対大変だよな。こんな楽してないよ。こんな気ままに旅してないよ。あ
これ箱？裏だ。来ない？107。いや、芋できた。まだ今だよー。この間にあれだな、あれ、これ水じゃなかったな。まだかな、芋まだかな、今だな、片付けでもするか。よいしょ、暇だな、めちゃめちゃ暇だな。昔の大航海時代とか船の上でみんな何してた？結構暇だと？やっぱそれでいいのかな。あれ？あ、へっ、大丈夫。千、これは何なんだろう。こっちも近づいてんな。497。なんかあるのか、あっちに。青い点と緑の点がある。ゴミ拾いでぼっとしてていいの？船の乗組員の人。人間ゴミ拾いしかしてない。ゴミ拾いしてゴミ箱に入れ、平和だの、平和だのいいのか、こんなんで。あれ、つけっぱだった。あと 400m ってなんかあるんだよな。いらなくなったバッテリーってどうすんだ？片付けるか。なんだかよくわかんない、ストレージ。もう一個ストレージあるからな。でもなんとなくこれでやっていけてるからこれでいっか。あれ、なんか作れたな、新しいもの。羽があるから羽でなんか作れる。あ、鳥の卵がどうのこうのだったな。なんだっけ。これか。大きなハマグリ、ヤシの葉。ヤシの葉捨てちゃった。ヤシの葉持ってきた。ゴミ箱から出してきたヤシの葉ですけど。ゴミだよ、ゴミ。ゴミの再利用。それでいっか。あんま行かないとこに置いとくか。あとなんか作れたなぁ。あ、あとなんか
水酸素ボンベの耐久値がちょっと厳しいけど、まあいっか。お、あれは、あれは、あれはなんだ？あれのことか。お、なんかすごいのあるな。なんだあれ。なんかすごいのあるな。すごいやばい、高い櫓がある。あそこ行けばいいの？あそこ行くべ。なんかでっけえ。どこ行くべ、あそこ。うわ、すご。なにあれ。近未来的な建物が。あれのこと言ってんだよね、多分。絶対あれだよね。よし。ゴー。いけるかな？いける？風向き逆なんですけど。あ、芋ができてる。まだだった。腹ごしらえ。腹ごしらえ。あ、芋の収穫先だ。あそこだ。あそこ行こう、あそこ。光ってるし。あそこいいじゃん。夜になっちゃったな。待って、通り過ぎる。そこ入れんのかな。酸素ボンベいるな。うわー、すご。お、ここのまま肉付けできるの。水持ってこ。違うわ。飲んじゃった。あ、いって。普通の石だ。うわあ。なんて書いてあるんだ。え？ちょっと待って、これ敵とかいる？そっか。味方とは限らんな。アイコっていうなんちゃらB にクリアリング大事だからやっぱね。角とかで角待ち、ショットガン持って角待ちしてるやつとかいるからさ、気をつけないと。物騒だよ、この世は物騒なんだよ。喋り出した。でこれ数時間になる。私とウルは今この足場で立ち往生している。ああ。
ファルは元に戻ってきた。なぜなんだ、理由がわからない。Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. 実際彼らの本名すら知らない。知ってることいえば、セレネがチームのプロトタイプを片付けていて、どうにかする道を探るはずだった。なんとしてでも。私たちはそもそも、ファルがトンネルで声を上げている。何か無線電波が拾ったんだろうか。もしかしてスパロなのか。打ち逃げされたってこと？そいつは残念。壁を登る努力とかすればいいのにな、この子。デックボート、ウントビーバック。ボート持ってく。帰ってこないと思う。あ。あ。ドライトを拾う。メモ。Owl's radio notes。ドール無線メモ。Distress call received。すげえ、なんかバンガロールの声似てる。9th of January。Cuckoo won't accept facts。バンガロールの声超似てる。銃あんの？やっぱ危ないじゃん。14th of February。Sparrows come。That's Aline。6th of March, another distress call, Varuna Point. Missing child. 16th of April, Rafters dreaming of Utopia. 天気あるね。ここ無理だ。登るとかそういったものはなさげかな。そこの、なんかありそうなんだけど、ここから登れんのかしら。ああ、こういうこと、あっちゃ、落下ダメないのか、これ。なるほど。迷路だな。めっちゃバンガルーの声に似てたな。全然内容頭に入ってこなかったわ。夜に行くもんじゃないね。よし、このアクション要素で、こっちからは行けんのか。行けないな。こっちから行けんのかな。惜しいね。ここ飛び越えで屋根の上、ここ歩いていくか。行けんのかな。このドアの上乗ってジャンプかな。だとしたら、ちょっと早めに朝になってもろて、判定あるかな、これ。ドア判定あるわ。ドア判定あった。ドア判定あった。トラップあんのか。ドア判定あった。そうなの、知らなくてもいけんの、ドア判定。見てない、今のところは。ゲット終わりの悩みとはスイスの希望かもしれない。やっぱ上まで登んなきゃダメっぽい。Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving. I hope you make it to Selene. I hope you finish the reactor. For all of us. Reactor. あ、ダメ。全然話聞いてない。あ。槍でもいけるんだ、あれ。槍でもいけるんだね。よいしょ。
わあ、リサイクルボックス。ウッドピア、ユートピア。え、生きてんの？あ、やばい、なんか持ってきすぎたな。捨てなきゃな、あ、石とか。喉乾いてる。お腹も空いたな。よし。生きてた。Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story.Really, really long story. Anyway, nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert. 世界沈んだ。The world sinking. Awesome. Let's head out. 一緒に行くの？やだよ。あれ、僕の船なんで、ちょっとやめてもらって。新たな、いなくなったんだけど。幽霊じゃん。いた。帰ってきた。え、同じことしか言わない。絶対何らかのプログラムだ。やべえ。やべえ、やべえ、やべえ。あの人やべえ。落下ダメないな、やっぱな。このゲーム。下の階は？下の階どうなってんのかな？ちょっと見てこよう。よいしょ。なんかとりあえずいろんなもの手に入れてきたなぁ。プラスチック。もう一個出すか、ストレージ。どこだっけ？鶏肉、鶏肉。もうインゴットもあるな、便利。槍、あれ槍？ああ、槍か。槍の予備があるな。石か、芋、ちょっとがいっか。水あって、あれ、ちょっとがいよいしょ。水。下の階も行ってみよう。水没してるところ。そのままに住み着いているんだ、あいつは。ありそうだ、なんか。うわ、この道具持ってないと死ぬね。サメもいるわ。あ、そっか。うわ、やべ、あぶねえ。普通の石だな。のんきに砂集め。
こは我がイカダじゃないか。よいしょ。よ、食われてた。いや、大量大量。なんかでもちょっとあるな。久々に掘るか。まだいける。2階建て？さっきここ行ったんだよね。もう一個上があるのか。ある。特に。December 12th. お。We stopped for the night. I'll rent the tower. どうしたし、一晩泊まった。オールがタワーのこと、どうやら無線はまだ使えるらしい。テレネに着くまで2週間かかる。しかしチームからの応答はない。少しばかり厳しい情報だと決めるだろう。他の施設は水の中だ。セレナが失われてしまっていたら、私たちはもう何もできないこと。そしてスパローは私たちと口を聞いてくれない。I really hope we're not the last hope for humanity.世界は沈んだな。とりあえず。多分。ゲームの良心に従って言うんであれば。そこの無害だ。行って。対局対局。一回対局。お、死ぬ。大体これで探索は終わりかな。誰かが船持ってったって。以上。よいしょ。大体そんなもんか。もういいか。これか。おお、レディオタワー。いるよね。なんか書いちゃう人。うん。バルボア島だ。格好が現実を受けようとしない。ああ、現実逃避してっちゃったね。ユートピアウェーブで勝利者の愚かな希望だ。ユートピアは、あべ、喋るのね。お、なんか増えた。人々、08、03、メディアタワー。ここに行けってことか。0383に行けばいいんだな。次は。よし。つける。ゼロ。違う。
038、あれ83だっけ。来た、怒りをあげろーい、出航じゃーい。人のいるところは金属が、金属類が手に入るの。よい、逆だ。出れるか。完全に座礁してない？出れっかな？一回離れてからだな。うわ、座礁してんな。うん。あ、でもなんか動き始めたから大丈夫っぽい。あれ、水。よし、今焼く。ストックを増やしておかないと。うん。お食べ物入れんすか。あ、この種とか花とか入れたらなんとか、なんかになるのかな。そういえばエンチャントシステム GO。 花とか邪魔だから入れとくね。邪魔だから。お食べ物入れにしよう。オッケー、開けた。よし、次の、あれ？そこ開いてる。よし、次の島を目指そう。えい。1733。あ、大丈夫です。よし、今日はよく頑張ったので就寝。よしよし、新しい朝来た希望の。しまった、卵を手に入れるつもりだったのにな。あれ、なんか効果あるかな。お、インゴットは。釣り竿。ここか。バケツ何に使うんだろうな。バケツの使い勝手に困る。鳥来なくなったな。鳥閉めたら来なくなったな。鳥一回閉めたら来なくなったな。
1640。まあいいね、近づいてる。あれは欲しいな。そうだな。あ、全然来る。またこのしばらく暇な時間だな。こういう時に生成とかやればいいんだな。効率化を求めるなら。そんな求めてないからいいんだけど。片付けとか、芋焼いたりとか。ゲストレージにしよっかな。木もなかなかになかなかに集まってるから、よきよき、うん、ここ通れなくなったの、めんどくさいな。もうワンフロア高く作っちゃえばよかったのか。そっか。いや、ここはしょうがないな。頑張ればいけるな。これで、あ、なんだそれ、あ、なんか飛んでった。最近あのお楽しみボックスじゃないわ、装飾ボックス拾わなくなったな。いいね、装飾ボックス意外と邪魔だったから。レシピ、生きる。種がなかったな。サメバレ感じるわよ。結構濃直で動くな。あれ、また肩が。いや、なんだろう。別に頑張ってるわけじゃないのに肩が凝るのはなんでだろう。このゲーム一番肩凝る。1462。いいね。OK。取りこなくなったなぁ。芋できた？もう芋を育てるぐらいしかない、やること。芋を育てる。水を作る。以上。たまには島にでも行くかな。まだかな、今。貴族のイゴと大量に手に入ったなぁ。もう何これ、リサイクラー。交換所の通貨に、あぁ。お、ヘッドライト。リサイクラー。交換所の通貨に変更する。あー、取っといてもいいのかな。これか？金属のインゴット4、サーキットボード1、あ、ベッド、ハンモック、ヘッドライトか。
あれが双眼鏡。あ、双眼鏡作ってみたいな。作ってみたいな。あれはバッテリー酸素ボトル作っとこうかな。空のボトルロープ、ブドウのベトベト。空のボトル。空のボトル。プラスチック。酸素ボトル。あとライトか。ヘッドライトは、バッテリーか。待って待って。ヘッドライト。リサイクラー。サーキットボード。サーキットボード。あ、ブドウのベトベトがない。また改装か？また改装天国が始まるかもしれん。装備品入れがいっぱいなってきたな。やっぱ大きいストレージにしちゃおうかな。いっぱい置いとこう。よくいるからな。金属いるのよな、何にせよ。よいしょ。槍も持ってんの。どう？13-06。OK。どこの島？あ、こんな時双眼鏡があれば。あそこ行ってみよう、一回。たまには島行くべ。んでい。大きいストレージ作ろうかな。道具入ればいっぱいなっちゃったな。ストレージ並べたいな。じゃあ、あの辺で金属をサクッと集めて。芋ができた。芋。あれ離れてってんな。意外とさ、凝り出すと止まんないから装備品作るの。やんないようにしようと思ったんだけど、やっぱやりたくなったな。93、2、別に全然いいな。うわ、何この入れ食い状態。樽がどんどん流れてくる。
あれ、ご飯食べなきゃ。もいいね。あれよりもう一本だよ。あ、弓か、あれ弓矢か。いいや、たまには島行きたいな。島行ってみるか。島行くか。島行くべ、島。環境欲しいかもな。今日はサクッと島漁って締めだな。うん、今日自由行かなきゃいけない。自由行かなきゃいけないから。あれ？こっちだよ、こっち。行かないな。意外と行かないな。大事な航路決定時に寝るっていう。進んでる？これ。あんま進んでないな。多分青いところが目的地で、緑が島だな。これ。それの耐久値が一番弱い。久しぶりの島でちょっと飛んできましょう。パドル壊れそう。
やっぱり壊れた壊れたそれでこれだけの言い方動かすんだら壊れるよね。よし、酸素ボンベ、あれ酸素ボンベ、これだ、あれ酸素ボンベ、あっちだっけ、あれ酸素ボンベもで多分壊れるから、芋、水持ってないな、芋と水を持って、よし、オッケー。オッケー。レッツゴー。上陸。あ、斧を壊れそうなんだよな。よし、よし。いやー、目的地は海の中なんですけどね。あるかな？海藻と。鉄のあれ、ぐらいにしか興味ないんだよな。あ、どうもいるか。どうもいるな。壊れた。これ石？石だ。あ、石だ。クラプキはまあなくてもいいんだけど、ついでにちょっと取るぐらいで。そんなもんか。あんまないな。いいね。よっ。お、がなってる。お、カゴもある。物壊れそうだな。あ、壊れた。あ、壊れた。この辺にしかないのかな、内側にはないのかな。お、深海、深海にやっぱあんまないことになってる。あんのかな。おいて、なに、なに、サメいた？あ、いるわ。優雅にお食事。
ここさっき来たところか。そうだ、さっき捨てていったあれが浮いてた。大きなハマグリなんかに使えないかな。他に今のところ鳥の巣しか使い道が分かんないんだよ。あんまないな。どこから来たんだっけな。あった。以上。あれ？水あげてなかった。何がなくなったんだっけ。あ、斧か。斧作る。ああ、ゴミ箱。スイカ。あれ、ヤシの実。よいしょ。うん、始まったよ。始まったけど、始まったけど非常にねゆっくりなペースで行っております。始まったんだけどなんかねまったりやってる。結局まったりやってる。めっちゃまったりしてるよ。一応ねこの無線機を作ってね旅に出るところまでは始まったんだけど、あ、斧作ろうと思った。斧。理解釣り、それはまだだな。まだ銃とか手に入れてないから。ガツだからまだよ。OK、間違えた。全然まだだった。いや、倒さなくても物語が今んとこ進んでるから、いいかなって。いいかなって。では、無線機。1119。1119。あれ？どうしなきゃ。1118。いいね。OK、進んでる。いい国作ろう。鎌倉幕府しちゃう。生きれば距離は短くしたいのでどんどん時代が遡っていくよ。トランプいつ使うかな。これは槍だよね。槍はある。あとはね、もうまったりしながらよ。まったりしながら今金もあるから俺取りこなくなったな。はい、このぐらいの距離にいるんじゃダメなのかな。できたの。こう作っとかないと。よいしょ。
芋はまだ水は飲む。あ、リサイクルマシン作るかな。あれ？遠ざかってる。よし。そして夕方。おい、ペトリヘウ。粘土か、これ。意外と鉄鉱石がないな。よいしょ。で、ニューディッチ。うわぁ、ちょっ、ちょっ、ちょっ。イルカいた。いって。イルカいた。寝る。よかった。よかった、メール。メールのイメージしかないよ、その言葉。よいしょ。よかった、メール。よかった、メールってもう、今の若い子たち知らんのだろうな。あったよね、なんか。メール来るたんびに喋り出すとかいう、謎のシステム。メールの通知音が良かったね、だったっけ。どのインゴット作っとこう。意外とこの間暇だからさ、この間にこういろいろね作業すればよかったわけで。お、1000メートル切った。いいね。そうよな、そうよな。メールで誰かとお話しするっていうのなくなったもんね。今 LINE とか、それこそディスコとかで音声ツアーでもいいし。確かにあれだわ、買い物の時はメール使ってるわ。めちゃめちゃ来るわ。Steamのセールが始まりました。来たわ。ウィッシュリストに入ってる商品が安いですみたいな、毎回来る。え、お腹空いてる。喉も空いてる。いや結構さ、あのウィッシュリストに入れたままさ、ほっといてるのが多いからさ、いつかは、いつかはやりたいなと思ってるんだけど、意外とやらない。でこのラストクリアした後にやるおすすめゲー教えてほしいな。こういう、いつクリアすんのかわかんないけど、こういうなんか微妙なクリエイティブ加減のあるゲーム。微妙なクリエイティブさのあるゲームがいいな。ジャンル的には何なんだろうね。恐竜とか。フォールアウトみたいな。ストーリーやるけど、自由ですみたいなのがいいな。うん。そうそう、それだ。それ、クラフトサバイバル。で、あの、ストーリーあるやつ。マインクラフトみたいになんかストーリーないとちょっと厳しい。なん
グリーンヘル、後で、スチームにある 後でまたウィッシュリストに入れとこう。冒険できる？グリーンヘル、もうなんかもう地獄が見えてる。大丈夫かしら。800メートル。いいね、エンディングあるのいいね、終わらせられるから。いいね。そう、ストーリー大事よ、あと。なんか。ストーリーも大事。エンディングないとさ、どうしていいか分かんないからさ。海賊王にはなんなくていいんだ。何？ジャングルの王者。ジャングルの王者なんか、あ、漫画あったよな。あれ？ぐちぐち。ジャングルの王者漫画あったな。ジャングルの王者ターちゃんそれだ。割と半裸の人の話。割と半裸の人の話ね。あった気がする。ジャンク。こっちでいい。弓を入れちゃったのか。よし。あ、チンパンジーとか出てきたやつだよね。ジャングルのジャパーチ。ギャグからのシリアスって一番展開難しいやつじゃん。シリアスからギャグになっちゃうのはある気がするけど。すごいな。シリアスからギャグになんかだんだんなっちゃうのはわかるけど。すごいな。平和だな。しかし物が流れてこなかったな。バッテリーは？あ、バッテリー死にそうだ。バッテリー作る準備しとこう。バッテリー予備1個作っとこう。バッテリー。バッテリー、あとなんだっけ、これか。リサイクラー。サーキットボードを作ればリサイクラー。キットボード、リサイクラー。作ってみるか。リサイクラー。もうちょっとじゃん。もうちょっとじゃん。今からお気に入り入れといたら、出ましたけどって来るかな？で、発売されましたって。もうちょっとやな。コード踏んづけてるけど。リクエストワズメタル。やっか、これ。どっちが前だ？こっちが前だよね。こっち前。こっち前。
こっち前だよね。コード踏んづけてんだよな。うん。なんでそんなにかっこいい横文字つけちゃってんの、寿司屋よ。スーメタル。なんだこの機械。とりあえず置いとくか。寿司屋の話なんだ。なんかのゲームも寿司屋の話だったな。なんかいくらで戦うシューティングゲームあった気がする。いくらで戦う対外国の人の間違った日本愛の間違ったイメージだよね。全然悪くはないんだけど、日本を愛してくれてるのは分かるんだけど、方向性がさ、偏見に満ちた方向性がさ、好きなんだよな。なんか忍者とかがとんでもない格好になっちゃうやつか。まだかなぁ。寿司屋の経営ゲームなのか。地魚で戦う寿司屋。地魚で。よいしょ。オッケー。ココナッツいっぱいになっちゃったな。食べるか。なおのインゴットブドウのベトベト、ジャガイモの収穫、一連の流れで。水を汲んで、あ、水飲まなくてよかった。で、芋を焼くと。あれか？なんかすごい島あるな。290。あそこになんかすごいでかい島あんな。でもあれじゃないんだよね。でかい島やだしな。でかい島やだしな。いやー、結構退屈なのですね。どう入れてみようかな、これ。え、そういうことじゃないの？やべ、動画の1個なくなったんだけど。クエスツローメタルス。うん。でかい鳥もやっぱそうばよな。でかい鳥もそう。あそこだな、目的地。ちょっと待てよ。あそこじゃない、目的地。この辺だってでかい建物、でかいっていうこのぐらいしかないもん。でもさっき鳥槍で一匹倒せたからね。ワンチャンあるかもしれん。強力な槍を用意しといて。かな。いやちょっと待って、なんか大規模な戦いが始まろうとしてる。そうよ。設置解除してるところを狙えばいける。設置解除でワンチャンあるから。設置解除のところで、狙えばある。あれ？
設置解除のところを狙えばね、あるから。あそこだな、目的地。なんか大仕事じゃん、絶対あそこやん。でもね、午後お出かけだから、あとは夜かな。夜できれば夜やるかな。とりあえず目的地が見えたところで、うん、あれか、おじさんだな、おじさんの方だな。どっちかのおじさんのやつやな。どっちかのおじさん、船だな、あれ。島じゃなくて。よし、今日はここまで。そうね、ここから GU 行ってくるから。GU 行って、小島プロダクションの T シャツを買ってこなきゃいけないから。小島プロダクションコラボ T シャツを買ってこなきゃいけないから。というわけで、次回目的地はこちら。船です。よいしょ。これね、世界セーブするの忘れて大変なことになるから。よし、オッケー。おい、お疲れ様でした。それでは、次回大きな船編ご期待ください。お疲れ様でした。